はい、こんにちは、つっちーです、今日はですね、R56 系、R60 系、のウィンドウォッシャーが出ない場合の、点検の方法と修理の方法をご紹介したいと思います。それでは早速見ていきます。はい、まずこちらの車の症状をちょっと確認します。ウィンドウォッシャーをちょっと出してみます。一応出ることは出るんですけれども、かなり弱々しい感じで出なくなっちゃってます。で、この場合の点検確認方法を順番にご紹介していきます。はい、でまず、点検するべきところは、ウィンドウォッシャーがそもそも液が入ってるかどうかですね。でウィンドウォッシャーのタンク、ボンネット開けてここにあります、はい、で注意点は、こちらの冷却水のタンクと間違えないようにするっていうのが注意点です。で、蓋開けてもらって、入ってるかどうかをまず確認します。で入ってるようであれば、別のところが原因になりますので、別の箇所を点検します。はい、で次に多いのがノズルの詰まりですね。この先端の部分、固形ワックスなんか使う方ってよく詰まっちゃいますので、詰まってないか確認してもらう感じですね。で詰まってる場合は、先の尖ったもので詰まりを取っていただければ出るようになると思います。でそれでも出ない場合、別のところを点検します。はい、それでは、それでも出ない場合は、ホースが折れてしまったり外れてしまっている場合もあります。なんで一応その辺がないか裏側ですね、ホース確認してもらって、意外と多いのがこのボンネットの開閉でこの部分のホースですね、これが挟まっちゃったり折れちゃったりして出てないってこともよくあります。なんでよくその辺を確認します。でそれでも出ない場合は別のところを点検します。はい、でそれでも出ない場合はですね、タンクとポンプの点検になります。でタンクとポンプ、助手席側のタイヤの前バンパーの中に入ってます。で一応これがタンクで、これがフロントのポンプですね。でこのポンプの下側に、小さいフィルターがついてるんで、そのフィルターが詰まって出ないっていうのが意外と多いです。なんでちょっと外して点検します。はい、で今ポンプを外したんですけれども、通常であればここからウォッシャーが溢れてくるはずなんですけれども、出てきません。ってことはここのフィルターが詰まっちゃってますね。こんな感じです。で見ていただけると分かると思うんですけれども、こんな感じでフィルターの先端が詰まっちゃってます。なんで詰まりを取り除いて、元に戻せば OK です。ちょっと点検します。はい、では詰まりが解消したんでちょっと点検します。こんな感じできちんと出るようになりました。はい、というわけで今日はウィンドウォッシャーが出ない場合の、点検方法と修理方法をお届けしました。で今回は一応ポンプが動くのを前提で、点検修理なんですけれども、そもそも操作しても何の音もしないっていった場合は、ポンプが壊れてるだとか、スイッチが壊れてるだとか、もしくはヒューズが飛んでるなんかの、電気系のトラブルの可能性もありますので、そういった場合は、ディーラーだったりだとか、専門店で見てもらうことをお勧めします。でウィンドウォッシャー、出ないと、車検も通りません。
はい、まあ、走行には直接関係ない部分ではあるんですけれども、まあ、車検に通らなくなってしまいますので、まあ、気がついた時点で、まあ、修理することをお勧めします。そのわけで今日は土がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。